内原さん、新型コロナの感染にも気をつけなければいけないという避難所の現在の様子を伝えてください。はい、人吉市で最も避難者が多い人吉スポーツパレスです。こちらにはおよそ600人の方が身を寄せています。心配ですね。もう1階の屋根瓦も少し剥げてますので、雨でまた中に水が入る中に入れないんですよ、玄関が開かないもんで。こちらの避難所には長さ2メートルの布で作るパーテーションが100セット設置されています。新型コロナの感染予防とプライベート空間の確保のためで今後300セット増設されます。新型コロナに関して聞きますと、不安はあるものの、家も被災し災害の危険がある中で避難所にいるしかなく、マスクの着用や消毒を徹底するしかないと話していました。